今やあなたは僕らの敵だ。風船もらうんでしょ。猫さん待ってるよ。新たな戦場は国際犯罪、無差別テロ、内戦、紛争、魔法少女の戦いは終わらない。 CTOOCUSAARTST。 悪魔、うん、誰が夏美なのかを当てなければ、おそらくこの中の誰かがいなくなる。探すのよ、シド。私たちが消える前に。これで全部終わりにするから。39グリフェン、
この機体の自動操縦装置アニマだ。こいつをきちんと飛べるようにしてやってほしい。人類の明日のために頼まれてくれないかね、王子様。何がしたいのですか、あなたは。私は今から家庭教師の先生が来てくださるので。それ俺。はい、家庭教師俺。ゴー！この時、急激な負荷をかけられた俺の脳は限界を超えた速度で高速回転し、一つの答えを導き出した。夢だ、これは夢に違いない。違います、私たち五つ子の姉妹です。私の体操服がなくなったの。赤のジャージ。そうか、見てないな。さっきまであったの、風太郎が来る前はね。と出ない。空白のページしかない運命の書を与えられた人間は、一体どんな運命を演じて生きていけばいいのだろう。